皆さんこんにちは、こんばんは。ゆっくり実況させてもらっている結城小海でございます。よろしくお願いします。今回はナムコから出ているファミリーコンピュータソフトのバックランドというゲームをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はよある第1回目です。実は私このゲームプレイしたことがないので、さっぱりわかりませんので、初見プレイということでお願いします。ちなみにテストプレイはしていますよ。ということで早速スタート。このゲームの特徴といえば、なんといってもコントローラーのボタンは1がかなり独特であり、A で前進、 B で後退、十字キーのいずれかでジャンプします。これがクセモノでして操作ミスを誘発しやすいです。電車では約進めるらしいですが、ここは安全運転で行きたいと思います。一面はタイミングさえ間違わなければ突破できます。とりあえず一面はクリアです。まだ2面ですが、ここからかなり障害物や敵がやらしい配置やな。やられちゃった。やはりここはジャンプやったな。十字キーやった。わら、ほんまに初見殺しなゲームやな。ここはジャンプじゃねえわ。くぐればよかったか。最後はすぐやられてしまったっす。ほんまにやらしい配置や。どうやってかわせばいいのか。ということで、コントローラの操作が独特すぎて想定外にシビアなゲームやったな。次回プレイした時はいいところまでいけるよう頑張りたいと思いますので。ではパックランド第1回目はここでお開きとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。ではごきげんよう。